こんにちは、夢参加なビートルズワールドニュースです。今回は、ビートルズ、タックスマンの新ビデオを公開の話です。ビートルズが、ダニー・サングラ監督によるタックスマンのオフィシャルビデオを公開しました。このシングルは、10月28日に発売されるリボルバーのリミックス拡張スペシャル、エディションからの1曲目となっています。タックスマンは、 1966年4月から5月にかけてレコーディングされました。ジョージ・ハリスンが作曲したこの曲は、ハロルド・ウィルソン労働党政権が導入した所得税の最高税率、別名超富裕層税率に対する攻撃を意図したものであった。また、この曲には偶然にもバットマンのテレビ主題歌へのウインクが含まれている。ジェームス・ブラウンの1966年のヒット曲 I Got You, ゴーシーのゲットアウトオブマイライフウーマンスペンサー・デーン・ビスグループのサムバディヘルプミーの要素を取り入れたタックスマンは、約24時間の間に進化し、マッカートニーはスタジオでスリリングなギターソロを披露している。それでもなお、この曲はリボルバーの中で最も鮮烈な曲の一つとして生まれ、ビートルズの最もまとまったアルバムの一つの見事なオープニングを飾るものとなっている。リボルバーは、 ビートルズの倫理味に大きな変化をもたらした。実験的でアバンギャルドなプロダクションの新時代を切り開いたこの作品は、彼らのクリエイティブな進化に不可欠なものだった。今日でも、多くのビートルズファンが、ファブ4によるお気に入りのレコードであることに変わりはない。今、あなたはこの新しく拡張され、再ミックスされたスペシャルエディションでもう一度リボルバーに恋することができるのです。 このアルバムは2022年10月28日より発売され、5CD と 4LP のスーパーデラックスボックスセットのほか、2CD デラックス、ピクチャーディスク 1LP、1CD、ダウンロード、ストリーミングのオプションが用意されています。このアルバムには、ジャイルズ・マーティンによる新しいステレオミックスとドルビー・アトモスミックスが採用されています。また、未発表のセッション録音やデモも収録されています。 スーパーデラックス CD とレコードのセットには、ポール・マッカー・トニーによる前書きを含む新しい本も同梱されています。タックスマンの新ビデオはカラフルな映像で、曲中の歌詞を厳選し、大胆なイラストや1966年の LP 制作当時のビートルズの映像と共に使用されています。タックスマンは、1966年4月から5月にかけて、アビーロード、スタジオのスタジオ、 通で3回のセッションを経て録音された。以上ビートルズ、タックスマンの新ビデオを公開の話でした。これからもビートルズニュースをお届けいたしますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたしますね。